さて、続いて、もう一回ね、もう一回ちょっと、ライトニングの状態にしたまま、別のマップで遊んでみましょうか。ここは、どんなマップだ？雪山マップですね。マップ的にはちょっと広そうだな。結構広いな、これ。さっきのやったマップよりはもう全然広いですね。どっから敵だ？そろそろ出てくるか。こっちか。お、いた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 。このゲームほんと相手赤く光るからすぐ見つけられるよね。どうなんだろう、それ。そう、赤く光ってんだよね。見やすい。ほら、ちょっと頭出してもね、赤い線が出てるからわかるんだよね。これはいいのかな。ハンドガンに持ち替えたけど弱いから。そうなんだ。固まったと思ったら死んだし。なにこれ。もっとアウリス感じてんの敵をやっていく。でね、人数も今少なくてね、5-5ぐらいかな。5-5ぐらいでやってんだよね。テンポ結構悪いかも。こっちが、こっち側から来るか、さ、右側も今いるとこ、2人いる。きつ。スナイパーでやられた。竜巻使ってきた人いますね。あ、2階にいたな。まずいな、あれ。上取られちったか。いたいたいた。ちょっと中入って倒しに行きます。手前にいるし。それやって。上登りますか。上登、どこだ？どこにいる？いない？お、いたいたいた。おっと、やべ、バレた。こっち来て、いたいたいた。なんか、やべやべやべ。おお、なんだ、勝っちゃったぞ。結構あれだな、なかなか敵に出会わないマップですね。人数少ないのもあってか。だいぶテンポが悪いけど。あれきついな。ちょっと、距離がありすぎる。上行ってみましょう。こっち行くと裏取りになるのかな？このロッジを抜けて、つか、ここ何してんの？電波塔か。あ、音が聞こえる。いたいたいた。よし、あらかじめ決め打ちしていく。で、スピードのスキルを使って距離を詰めて、赤点が見えますね。あっち、援護でもあっち味方いるんだよな。わざわざ行くまでもないか。お、ここ取ってたら良さそうですね。ここから見ていこう。あ、いたいたいた、降りてきた。あ、当たらね。やべ、見つかったからちょっと場所変えるか。グレネード投げてきたね、今。いない。右から、外から詰めていく。いない。中か？中入ってるっぽいね。あ、いた。よーし、あぶねー。え？結構出てきたな。一人やって。あー、右にもいる。気づいてない。気づいてない。やっていく。おっと。あー、まだ右にいるのか。それ左にもいいんだよな。あー、クロス。逃げた方が良かったね。この中でも、あれだな、なんか体の周りに赤いラインが出るのが、ちょっと、個人的にはいただけないんだけど、見つからないように動く動きがね、できないっつうか、頭一個でも出たら、もうバレバレだからさ、この周りのラインはいらなかったんじゃないかっていう、やばい、爆弾来た感じだけど、そこはちょっとね、残念かな。出てくるでしょう。はい、やってくる一人。まだいる。よし、二人。もう一人。あ、奥に。いや、奥にいるな。構えてるな。スナイパー、勝負してみる。あー、まあ、負けるよね。あ、M4 か、普通に。さあ、裏を取っていこうか。
まあね、画質はやっぱ綺麗だよね、このゲーム結構。まあ、ブラックスクワットの方が綺麗かもしれない。若干ね。ほらほら、ほら、当たれ、当たれ、おお、倒した。単発で撃ってきゃ、まあまあ、着弾はするか。で、裏を取っていく。つか、やっぱテンポがちょっとね、悪いね。長期戦になりそうだな。今で1000か。よし、ヘッドショットして。奥にいる。やばいやばいやばい。見えてるね。グレー投げて。お？どこ？ああ、そっちにもいた。お、グレーで一人やったね。どうしよう。右、ドクロマークついてんだよな。いたいたいた。よーし。まあでも戦況的に結構拮抗してるね。結構いい勝負してますね。もうちょっと突っ込んで、かき乱していった方がいいか。あ、味方結構やられてんな。どこだ？敵どこだ？いる？いた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 。あの距離だったらもうタップ打ちの方がいいな。高速タップ打ちでなんとか胴体でいいんで当てていきたい。やべえ、敵どっから出てくるんだ。あ、そっちにさっきいたんだよな。あ、いたいたいた。奥にいた。ヘッドして。ロッチはでもこの感じだといないか。やっぱこっちかな。あ、いるいるいる。頭出てますね。ちょっと遠すぎるな。やめよう。こっち行こう。ちょっといたいたいた。一人やって。まだ奥に。奥に二人いたかな。あそこいるね。どうしよう。ちょっと遠いな。うわ、びっくりした。あ、いたいたいた。こっちか。こっちか。よし。やばい。おお、めっちゃ見られてるし。くそ、中にいたか。びっくりした。あー、ちょっとね、正面がやばいんで、正面援護しに行きますか。あ、いるね。どっちの中やられたかな。おっと、間違った。やべえ、スキル使っちゃったよ、この男で。よし、一人やった。この岩陰からもう一人を狙っていく。お、どこどこ？裏？裏にもいたか。くそ、負けてっつか。ちょうど1600、1600だよ。これは大丈夫かな。あ、上にで。アップ打ちで。逃げられたか。倒してくれた。ちょっとずつ詰めていきます。上。よし。奥は？奥いる。わーっと、マジで、スナイパーか。スナイパーですか。あー、味方も結構やられてるけど、勝ってるね。ちょっと勝ってますね。ちょっと違うとこから行こうかな。左側から。あの奥からね、出てくるからね。あそこを見張りますか。おお、早速。うわあ、よそ見してたよ。もったいね。ちゃんと見てればよかったっすね。おっと、裏取ってますね。やべ。やべやべやべ。ちあ、倒した、あれ。よし、じゃあ正面突っ込んでいきますか。おっと、階段の上いる？いないか。ここだな。このロッジの中に入って。ロッジじゃねえか、これ。小屋か。普通の。倉庫だな。いたいたいた。いましたね。よし、倒して。ここいいな。ここいいんじゃねえ、ここ。見えるよね。あ、結構見える気がする。あ、やべ、あーやべえ、見えてた。そっち警戒しなきゃダメか。なんだなんだなんだ。めっちゃ音鳴ったけど。いる？
こっちいる？いないよね。ああ、ちょっと戻るか。あんまり裏取っても意味がなくなってきたな。ああ、やべえ。屋根の上登れないか。死んじゃったよ、無駄に。おお、魔法使ってるね。かっこいいね。リロード中に倒す。で、こっち側見てる人がいないんで、やっぱ一人は行かなきゃダメか。こっち行こう。急いで。いや、あ、いるね。案の定いますね。で、小屋を占拠して、この奥。いないか？いないな。もう降りちゃった方がいいかな、これ。よし、降りて、詰めていきましょう。ここな、いたいた。います。お、マジで？ あ、裏か、くそ。やれたなぁ。お、いいね、いいね、いいね。味方いいね。隕石で一人やってくれましたね。いた。なかなかこの距離だと当たんねえんだよな。味方がいるんで、詰めてしまったと思ったが。向こう側にも行く。ちょっと場所を変えた方がいいか。飛ぶか。左から回っていきますか。二人、三人もいんのか。じゃあいいや、こっち行こう。向こう山では行きたい。スナイパーいるね。お、手前にいる。よし、これもらったか。味方が倒してくれた。小屋に、ちょっと手前にいたね。あいつやって、小屋に入っていく。やべ、バレた。完全にバレた。ここで見てよ。いた。おー、危ねえ。これ聞いてんのかな？バツバツ言ってるけど。どうしよう。おー、なんか倒したけど、このバチバチは意味なくね。なんだろうね。食らわないのかな。あ、やばい。ちょっと隠れよう。弾ないじゃん、もう。ちょっとハンドガンでやるしかない。よーし、アシスト。ははは、見えてる。ここ見えてんだよ。やべ、あー、燃やされた。スキルですね、あれは。いやー、なんかこういうデスマッチ系のゲーム、まあ、なんのゲームでもそうなんだけど、弾なくなったらどうしたらいいんだろうね。もうハンドガンもなくなったらもう終わりだよな。部屋入って、右から、攻めていく。同時に、一人やって、危ねえ。よし、やった。まだいるべ。ボムを投げておいて。ちょっと場所変えよう。横から覗いて、よし、詰めて、一気にやろう。よし、一人やった。電撃の階段の上にいるやつは、いやー、遠いとなかなかな、倒せないっすね。どうしようかな。いた、奥にいた。ダメかな、やっぱ、あんまこの距離で撃ち合う意味ってないか。詰めた方がいいか。おっと、びっくりした。横顔を見せて。横顔を見せて、ちょっとびっくりしたよ。
まだ引っかかったぞ。まあ、戦況的には勝ってますね。この調子だったら多分勝てるかな。あ、死んでる。いや、ここからはダメだな。裏取りに行きますか。あ、いるね。奥いるな。いや、見つかってもいいや、もう。まあ、出てこないべ。あの距離だったら。よし、オッケー。あ、右にいるね。あいつを、サクッと。おお、マジ？ハンドガン強いね。おっと、ジャミングされた。真ん中にいんのかな？奥いるね。奥いるけど遠いんで距離を詰める。ここからだね。いた、いたいたいた。うわぁ、ダメか。スナイパーか。ここ結構あれだな。スナイパーマップだよね。開けたとこ多いし、上も多いし。結構屋上とか雪山、上の方から、電波塔の方からも狙えるもんな。占拠されてるっぽいな。いや、とりあえず中入っちゃう。中入って。いた。いたいた。どうしちゃった。ヘッドショット。さて、どうすかな。上から狙っていくかな。いた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 。一人やって。おっ、あ、終わったか。よし、勝った。勝ちましたね。スナイパーマップだな。あとなんかやっぱ、まあ、狭すぎるって言ってたけど、広かったら広かったね。テンポがちょっと悪いっすね。あと今回ライトニングはもう全然有効活用できなかったってことで、ただのね、打ち合い動画になってしまったけども、まあ、今日はこんな感じにして終わりにしようかな。以上です。